お母さん、僕が生まれてごめんなさいは、日本のノンフィクション書籍。著者は発行当時の奈良県立アスカ養護学校の教員、後の奈良県奈良市の障害者福祉団体、特定非営利活動法人、カカシの会の理事長である、河野行くよ。河野がアスカ養護学校で生徒として受け持っていた奈良県、桜井市出身の少年の生涯と、彼の作った市を中心として、 少年の家族や仲間たち、障害者としての苦しみ、喜び、希望などを綴った書籍である。産経出版より1978年に発行された後、一度は絶版となったが、平成期に再び話題となったことで、約四半世紀を経て2002年に復刊された。2007年にはこれを原作とするテレビドラマも放映された。この詩の作者である山田康文は、 重度の脳性麻痺を患う障害児であり、1968年にアスカ養護学校に入学し、河野育代の受け持ちの生徒となった。知能は正常であったものの、発声や手足の動作も不自由で、学校内で最も重い障害の持ち主であったが、河野が1972年に同校の言語訓練の担当となったことで、多くの言葉を表現し、 それらが日記のように書き留められていた。後に、奈良で障害者施設の建設が進められ、その資金集めのため、同行の障害児の作った詩に、アマチュア音楽グループ、奈良フォーク村が曲をつけて歌うイベント、綿帽子コンサートの開催が決定した。安文もこれに参加し、書き溜めたノートに内容をもとに作り上げた詩が、本書の主題となる詩である。詩の制作にあたっては、 河野がいくつもの文章を提示し、安文は、それが、自分の意図する表現に合っているかどうかを、目や下のみの仕草で示すという、地道な方法が取られた。一例として、死は、ごめんなさいねお母さんの書き出しで始まるが、この一言をとっても、ごめんね、ごめんなさいなど、意味は同じでも、表現の異なる、無数の言葉から、安文の思いに最も適した、ごめんなさいねを選び出すだけで、 1> 約1ヶ月を要していた。詩の内容は自分の母にあてたものであった。安文は母の助力で通学しており、母の体力や家業に大変な負担をかけていた。また、当時、1960年代から1970年代にかけての日本は未だ障害者差別が著しく、周囲からのキーの視線や心ない言葉を投げかけられ、母が悲しむことも多かった。 そうしたことで苦労をかけている母に対し、自分が障害者として生まれたことを浴びる内容の詩であった。これに心を打たれた母親は、返し詩として自分が息子を障害者として生んだことを浴びるとともに、息子を希望として今後も生きていくことを詩に書いた。安文はさらに返し詩として母への感謝、障害を受け入れて生きていくことを書き、詩が完成した。 1975年、第1回、綿帽子コンサートが開催。しかし、安文の死に対しては、ホーク村の一同が、訴えるものが強すぎて、とても曲がつけられない、下手に曲をつけると、死の命が死んでしまう、胸が詰まって歌えないと言い合ったことから、曲がつけられることはなく、河野による朗読として発表された。この、 綿防子コンサートに、定築エンターテインメントの当時の社長である南口、重春が来場していたことから、同コンサートが全国でも、初めての福祉レコードとなることが決定した。しかし安文は、その完成を待つことなく、15歳の誕生日を迎えた、直後の同1975年6月、不慮の事故により死去した。安文の死を受けて、同1975年6月末、 彼の好きだったラジオ番組、おはようパーソナリティ中村英一ですで、パーソナリティの中村英一がこの詩を朗読した。中村は朗読しながら涙を抑えるのに困り、アシスタントはそのそばで泣いていたという。放送直後、朝日放送には感動したとの電話が殺到した。安文の家には、朝日放送から彼の大好きだった中村の曲、ホエロタイガースが送られた。 同年8月、前述のレコードが、みんな同じ空の下に生きているの題で完成した。この詩については、音楽を通じて障害者への理解を深めることが狙いであったため、曲のついていない詩を収録することに反対意見もあったが、最終的には、安文の障害を人々の心に残すため、コンサート同様に、コー野の朗読により収録された。 このレコードを通して死はさらに反響を呼び、懸命な生き様、ま、親子の情愛に感動したとの手紙が、連日のように届いた。1977年、綿帽子全国縦断コンサート開始。東京都での開催時、実行委員の一人が、フジテレビのディレクターである小林信正の娘だったことから、小林も観客として来場していた。小林によれば、 この詩の朗読の場面では観客たちが静まり返り、やがて涙声になっていたという。この小林の依頼により、作曲家の遠藤みのるが初めてこの詩に曲をつけた。遠藤は初めて詩を読んで、4、5行目あたりから泣けて泣けて、仕方がありませんでしたと語った。1978年3月10日、小林信正が担当する、テレビ番組小川博士賞内のコーナー、 希望の歌でこの曲が取り上げられた。安文の母の強い希望で、彼が大ファンだった歌手の森雅子が歌を担当し、女優の水木蘭子が死を朗読した。このことは放送前日の3月9日の産経長官の社会面トップで報じられた。放送は大反響を呼び、日本全国から電話が150本、手紙が65通あり、感想を述べるために、 テレビ局まで足を運んだ視聴者も3人いた。鳥取県米子市の中学校ではこの詩が教材に用いられ、放送を見て心中を思いとどまった母子もいた。司会の小川博は後に、この放送を振り返り、フロアディレクターまでが号泣しながら放送したのは、おそらくこれが最初で最後だったでしょう。先輩から、司会者はどんな場合も泣いてはいけないと言われていた。 私は決して泣くまいと思い、ずっと足の股をつねりながら進行しましたと語った。あまりに大きな反響に応えて3ヶ月後、安文の誕生日に合わせて、同年6月2日に再放送が行われた。再放送後に小川は、不自由な人たちの生き方から、私たちはもっともっと学んでいかなければなりませんねと、感想を述べた。生放送を特徴とする小川博師匠としては、 再放送は異例のことであり、同番組での再放送はこれが唯一である。また、感動したとの意見のみならず、障害者の側がごめんなさいと謝らなければならないことを疑問視する意見もあった。そのことから、河野はこの詩を単に感動を呼ぶものではなく、障害時にごめんなさいと言わせている社会に問題があることを示すものでもあると語っている。 本書が絶版となった後の2000年、石川県七尾市の寺院、元章寺の住職である、三藤寛栄がこの詩に出会い、強く心を打たれた。書家でもある三藤はこの詩を書にし、同年4月に石川県金沢市で開催された現代美術展に出展した。主催者側からは、書の前に人だかりができた。 書を見た人が涙を流していたなどの報告があり、未藤の元にも安組に関する問い合わせが多くあった。石川県七尾美術館2002年、この書は未藤の地元である七尾市の石川県七尾美術館の美術展に出展された。ある時に女子学生の一団たちが来館し、その一人の生徒が展示品群に不満を漏らしていたところへ、美術館のボランティアの女性が、 あの作品だけでも見ていって、と、未等の書を進めた。その詩を読んだ生徒は泣き始め、ついには生徒たち全員が耐えきれずに泣き出し、今の健康と幸福を忘れていましたと女性に礼を述べた。このボランティア女性が、七尾美術館での一件を、産経新聞の紙面企画、ウェーブ産経へ投書したところ、非常に多くの反響があった。兵庫県淡路島の、 三原郡青少年育成センターの所長である川淵康氏も今時の女子学生を泣かせる詩とはどんなものかと産経新聞の読者サービス室に電話を入れ実際に読んでみて一人でも多くのお母さん子供に伝えたいと感じましたこの詩を読んで親子関係を見つめ直す一助になればとセンターのニュースレターに掲載することにしましたと語った同年4月には テレビ番組でも紹介され、障害児を持つ母親たち、特別支援学級の教員といった読者たちからも、共感を強く感じたとの感想が多数寄せられた。新潟県のキリスト教会のウェブサイトでも、この詩が紹介された。ブラジルのサンパウロからも、この詩に関する問い合わせがあった。こうした反響を受けて、同2002年4月、お母さん。 僕が生まれてごめんなさいが一部改定の上で復刊されるに至った。復刊後の同2002年、父出版社の雑誌、父史上で河野がこの詩を紹介した。父出版社の社長である藤尾秀明は自分を産み育ててくれた母親に報いたい。その思いがこの少年の人生のテーマだったと言える。生前。 一言の言葉も発し得なかった少年が生涯をかけて歌い上げた命の絶唱と称した。あとの2006年には不登校児童を受け入れている宮崎宿間野の,のフリースクール自然学校未来線でも命の大切さを伝える教材として取り入れられた。2009年には大阪府水田市のボランティア転役グループ愛によって展示化された。2007年7月13日 富士テレビの金曜プレステージ枠で、お母さん僕が生まれてごめんなさいのタイトルで、単発ドラマとして放映。安文の母をモデルとした、香川秋子役を、くしくも前述の小川博志賞で、本書と縁のあった森正子が演じており、森の二十数年ぶりの主演ドラマとして、話題となった。すでに二児の母となっていた森は、母の立場からこの死を振り返り、 彼は感受性が豊かで感謝の気持ちをずっと持っていたんだなと思いますと語った。香川康文は脳性麻痺を患いつつも母の秋子のオスクルマイスで特別支援学校に通い担任の校の育代や旧友たちともに明るい学校生活を送っている。ある日の学校で学校外で友達を作るという課題が出る。康文はかつて陸上競技で颯爽と活躍していた少女。 藤士谷瞳を思い、現在は性格が荒んでいる瞳を自分が友達となることで立ち直らせようとする。瞳は安ふみとの交流を経て構成し、ボランティアの道へと進む。そんな中、学校の人気者であった安ふみの旧友、ヤキカオルが母のまゆみと心中という悲劇が訪れる。ありがとうございます。